バーデン共和国は1918年のドイツ革命によるバーデン大公国の解体によって成立したドイツ国の州の一つ、バイマル共和制の下で議会制民主主義を敷いていた。ドイツ国の州の中では唯一共和国を名乗った州である。バーデン共和国1918年10月にバーデン大公フリードリヒ2世の重邸で自由主義者の マクシミリアン・フォン・バーデンが帝国最相となり、11月2日には、バーデン大公国でも、選挙制度改革の実施が発表されたが、革命への流れを防ぐことはできなかった。11月3日のキールの反乱に続いて11月8日には、ラールとオフェンブルク、その翌日にはマンハイム、さらには、首都カールスルーエでも、老兵、レーテが結成された。一方、カールスルーエでは、 市政府、市議会や政党が、副市委員会を組織して、老兵、レーテとの交渉にあたり、11月10日には、臨時政府の樹立を宣言して、翌11日には、老兵、レーテがこれを受け入れた。新首相に選出されたアントン・ガイスは、前首相ハイムリヒ・フォン・ウント・ツー・ボートマンと共に、スビンゲンベルク城に退避した、フリードリヒ二世を訪ね、11月13日には、 対抗から臨時政府の承認を取り付けた。臨時政府は11月14日にバーデン自由人民共和国の樹立を宣言し、政権議会の選挙日を1919 19年1月5日と決定した。11月22日にはランゲンシュタイン城でフリードリヒ2世が対位宣言に署名し、マクシュミリアン・フォンバーデンの承諾を得て、彼を対抗制止に指名した。 退位したフリードリヒ2世はバーデン編強白を名乗った。1918年11月10日にバーデン臨時政府が樹立されたが、この時点では国名は新たに招集される衆議会で決定するとして留保された。これに対して11月14日に新たに発足したバーデン臨時人民政府はバーデン自由人民共和国の樹立を宣言した。 1919年3月21日には憲法が制定された。憲法ではバーデンは民主主義共和国であると定義づけ、バーデン共和国という用語を用いている。多くの文献で君主制廃止後のバーデンを自由主あるいは人民共和国としているが、憲法にはこのどちらの語も使われてはいない。11月9日夜から10日にかけて、カールスルーエ市長。 カール・ジー・クリストが副祉委員会を組織し、老兵、レー手と交渉を行った結果、臨時政府を樹立することで合意を見た。政権議会は1919 19年1月5日に選挙が行われ、1月15日に招集された。ドイツ独立社会民主党は議席を確保できなかった。ため1月7日に臨時政府から退き、ドイツ全土で いわゆるバイマル連合を結成したドイツ社会民主党、ドイツ民主党、ドイツ中央党が臨時政府に残った。1919年3月21日には憲法が制定され、議会は第39条に定められた職権において第52条に基づいて内閣の閣僚を選出した。第52条では内閣は法により因数及び職務を定める閣僚により、 構成される。閣僚は議会における選挙により選出され、議会が指定する職務を担当する。議会は一年ごとに閣僚の中から首相及びその代理となるものを任命する。必要に応じて議会は議会に議席と投票権を持たない組織の構成員を閣僚に任命することができる。その場合、その数は議会に議席を持つ閣僚の数を超えてはならないと定めており、 実際に1920年から1929年まで、ほぼ毎年異なる政党から異なる人物が首相に就任した。バイマル連合は1929年11月21日まで、バーデン共和国与党であった。1929年10月の議会選挙で民主党が連立から外れ、中央党と社会民主党が政権を維持した。 1930年11月には、連立与党に、ドイツ人民党が参加した。一方、バーデン政教条約をめぐって対立が起き、社会民主党が連立から外れた。1933年3月31日の、ラントとライヒの等し成果に関する暫定法律は、各州から自治権を奪うものであった。これに先立って、1933年3月8日に、 ドイツ国内務大臣、ビルヘルム・フリックが、バーデン地方政府に対して1933年2月28日付国民と国家を保護するための大統領令を適用すると通知し、ナチ党のバーデン大官区指導者、ローベルト・バーグナーをバーデン国家弁務官に任命した。1933年3月9日には、バーグナーが、バーデン共和国全土に対して、自身は、 ドイツ国政府からバーデンの国家機関全体の権力を引き継ぐよう指示されたと声明した。続く1933年4月7日にはラントとライヒの人姿勢化に関する第二法律が施行され、現行の共和国政府を廃止してライヒ首相が任命する国家代理官を派遣することが決定した。1933年5月5日にバーグナーはバーデンの国家代理官に任命され、 翌6日にはバルター・ケーラーがバーデン共和国首相に就任した。1919年1月5日の政権議会選挙で中央党が社会民主党を抑えて第一党となった。バイマル連合の得票率は実に91.5%に達した。1919年3月21日、政権議会は新憲法を満場一致で採択した。憲法は4月に ドイツ史上初の国民投票にかけられ、大多数の有権者が賛成票を投じた。バーデン共和国憲法は、バイマル共和制において、唯一国民投票の採決を経た憲法であった。議会は1919 19年4月に、バイマル連合を与党とする政府を選出した。選挙結果、括弧内は、議席数。得票率は、規定以下の場合は、議席が割り当てられないため、 合計が100%にならない。1933年まで、バーデン共和国首相は主に中央党から選出されていた。ナチ党政権はビュルテンベルクと合法させることを検討していたが、結局、第二次世界大戦の終戦まで実現することはなかった。1924年まで、バーデンは4つの政府直轄区と11地区、53行政区に分かれていた。 1924年以降は、行政区は42再編されたが、自治体数は1536で変わらなかった。1940年6月22日にフランスとドイツの間で停戦が成立すると、アルザス地方はドイツ軍政下に置かれた。1940年8月2日には、アドルフ・ヒトラーの命令により、 ストラスブールを本部とするアルザス民政地域が置かれ民政局長にはバーデン国家大理官のベルトバーグナーが任命された。また1941年3月22日にナチ党のバーデン大管区にアルザス地方が編入されバーデンイエルザスを区くとなった。アルザス民政地域にはバーデンから多くの役人が出向し行政部門の長も多くは バーデンの対応する部門の長が兼ねていた。これは、バーデンとアルザスを合併し、関とストラスブールに置く、オーバーライン帝国大関区を創設するための準備であった。この一環で、バーデンの省庁は、カールスルーエからストラスブールに移転することになり、内務省と財務、経済省は閉鎖されたが、文化省は移転しなかった。バーデン文化省の官報は、 1943年1月1日に、アルザス民政地域の対応する部門の官報と統合された。しかし、結局オーバーライン帝国大艦区は実現せず、バーデン・エルザスオークダクのまま止め置かれた。その後、1945年4月には、バーデン北部はアメリカ欧州陸軍第7軍、南部は自由フランス第一軍に占領された。第二次世界大戦後、 バーディーンは引き続き北部がアメリカ占領地域、南部がフランス占領地域となった。アメリカ占領地帯とフランス占領地帯の境界はアウトバーンカールスルーエミュン編戦がアメリカ占領地帯にすべて含まれるように設定された。その後、連合軍軍政府は1945年から1946年にかけてアメリカ占領地域にビュルテンベルクバーデン州。 フランス占領地域にバーデン州及びビュルテンベルクホーエツオレルン州を置いた。九百四十九年五月二十三日のドイツ連邦共和国の成立にあたって基本法第百十八条でこの三州を再編することが定められた。これにより、九百五十二年四月二十五日にビュルテンベルクバーデン州、バーデン州及びビュルテンベルクホーエンツオレルン州は合併して、 バーデンビュルテンベルク州となった。ありがとうございます。